やっぱり変な服着てるわね。多分ジャスコでお母さんが買ってきちゃったんでしょう。忘れないうちに。これで4つの数字か。絵画に隠されしってことは、絵の中にヒントがあるのかも。もう解いたけど、これで OK ですか？なんか、この絵だけ他の女の絵と雰囲気違うわね。目が真っ黒で気味が悪いし、あんまり近寄りたくないかも。ここ不気味な作品たくさんあるけど、やっぱり女の絵が一番怖いわ。お、触ればいいだけだったか。目がいる。鏡の前に何か置いてある。金の魚。これは魚の模型？角みたいのがついてるけど、ポケモンかな。あ、さっき拾った変なボール、ちょうどハマりそう。えいや。金の魚と穴が開いたボールを組み合わせた金のランプ。わー、明るい。ボールは電球部分だったのね。これであの新聞のところに持ってけばいいかな。大きな鏡がある。あー、いいえ。鏡に何か書いてない？魚の片割れ、木の女のそばに。魚の片割れ。これもしかしてさっき組み合わせた電球のことじゃない？だったらもう見つけちゃってるもんね。かわいい。この絵面しばらく眺めてたい。ほんとさ、ギャリーの服、前はなんかこういう青って感じだったような気がするけども、どちらかというと、うん、緑だね。いや、こういうとこね、やっぱコスプレイヤー気になるからさ。おっ、ギャー、なによ、これこの。とっさに目をつぶる。ギャリーを止める。あ、これなんかあったような気がするな。なんか暴虐度じゃないけども、一応止めてみるか。どうどうどう。わかったわよ、イブ。ちょっと大人げなかったわね。さ、じゃあ行きましょう。小さい子の前だからな。あー、もう驚いた。こんなとこ早く出ましょう。やっぱ蹴っとく。どっから湧いてきたんだ、あいつは。木の女。ランプいる？ねえ、あなたが持ってるその、とても明るいランプ。よかったら、その像と交換しません？いいよ。ありがとう。じゃあその像をあげるわ。やったね。金の像。これ像くんをゲットした。あー、明るい。なんて素晴らしいの。新聞読みやすくなって最高よ。でも、こんな高そうな置物、もらっちゃってよかったの？新聞より大事なものなんてないわ。すごい新聞愛だこと。今更だけど、新聞を読む貴婦人って、前に似たような絵を見た気がするのよね。ついでにもらっとこう。あいつどうせ動けないからもらってこうぜ。これで、この置物を突っ込めばいいかな。これはどう見ても入らないんじゃない？ダメか。こっち側の部屋に、セーブポイントと、バラ、いけちゃう？元気。作品にはお手を触れぬよう。なんかセーブ回数だか回復回数とかもなんかエンド分岐があったような気がするな。万が一備品や作品に何らかの損害を与えた場合は、お、振りだね。あなた、賠償だと思います。あなたの命を持って賠償させていただきますかな。ピンクの本、楽しい毎日。美術館はちょっぴり不思議な遊園地。おかしなものがたくさんあるのよ。ここで遊んでいるとあっという間に一日が終わってしまうの。とっても素敵でしょ。だからあなたもここにいれば。いいね。ここで暮らそう。大丈夫、みんながいるから。3食昼寝好きなら考えてやってもいいぞ。この金の鳥湯場をペチョ。その金の像、なんて美しく大きいんだ。この金の鳥と交換してもらえないだろうか。いいよ。じゃあ像はここに置けばいいのかしら。で、金の鳥を交換と。やったね。ぺっちょり。ありがとう。ああ、なんて大きく美しい黄金像なんだ。あの像、本物の金じゃないけどね。何にせよ気に入ってもらえたみたいね。まあ、よかったんじゃない？
まだ這いつくばってる。さあここに鳥、ギャリーに金の鳥を入れてもらった。お、開いてんじゃん。そんなに重かったっけあの鳥。まあいいか、早くこの中調べてみましょう。こんなに厳重に塞がれていたんだから、きっと何か出口があるかもしれない。そうはいかんぞきだよ。ソファーだ、 YouTuber が使いそう。お父さんお母さん、僕に私をください。とんでもない意味のわからないセリフを言ってしまった。何かが額縁の上に立てかけられている。灰色の鍵。また鍵か。出口じゃなかったわね。イブ？どうしたの？え？この絵の人、イブのパパンとママンなの？へえ、確かに言われてみれば、イブに似てるかも。でも、なんでこんなところにそんな絵があるのかしら。え、二人はどこかって？それはちょっと、あたしにもわからないわ。大丈夫よ。きっと、どこかにいるって。結構気丈な子だと思ってたけど、さすがに参ってきてるわね。コイーン。ん？何の音かしら、今の。疲れたのなら、ゆっくりお休み。いいね。もう苦しむこともなくなるから。永眠しちゃう。扉が開かない。二つの意味で、しまった。え、嘘でしょ？この扉、鍵なんてついてない。壁ドン。ドアドンか。何？この音。外から？なんか、まずいかも。イブ、気をつけて。わあ、のんきに座ってる場合じゃないでしょ。わあ。あ、飽きそう。わあ。開けてくれたので、こっから出ましょう。何このマネキンの数。何が起こってるの？早くここから離れた方が良さそうね。イブ、あれを見て。どれ？向こうに鍵のかかった扉があったわ。さっき拾った灰色の鍵があれば、あの扉は開けられるはず。あそこに向かいましょう。もっと遊ぼうよ。やだ。わあ。どんどんボトボト落ちてくるよ。塞がれてる。どいつもこいつもオランダも邪魔な場所に。こいつらどかせば近道になるわ。丸道しよう。いいわよね。ダメよ。わかったわ。もっと相談しなきゃ。あ、でもこういう忙しい時は走らないでくれる？ごめん。忙しい時は相談モードが使えないんだね。キリーン。約束なので少しだけ。ザ・ワールド。ありがとう。あ、塞がれた。どきなさいよ。この、壊しちゃダメ。本当に大丈夫なの？ああ。まあ、1ダメージぐらいならいいだろう。はい、と。今のは灰の鍵にかけたわけじゃないぞ。A がどんどん血の涙を流している。序盤の山場ですね。ここまで来れば大丈夫でしょう。ざまあ見なさい。さてと、それじゃあ先に。で、イブ？ちょっと顔色悪いわよ。大丈夫？死んだ。イブ？ちょっとしっかり。イブ？イブ？あら、謎の数字の世界へ。赤いバラがどこにもない。ズーム。ダメだ。相談する相手もいない。いっぱい見られてる。たくさんのマネキン。どこにいてもみんなこっちを見ている。そしてこの後ろ姿は？イブ？どこにいるんだ？早く逃げないと追いつかれてしまうよ。ああ、どうしよう。こんなに探したのにどこにもいない。パパンヌ。
セーブポイントンヌじゃなかったんぬ。騙されたんぬ。インクが溢れたし記録ができなくなった。騙された。バラが持った瞬間に溶けてしまった。大事にしないから壊れちゃった。ヒン。あの子ったらどこに行ったのかしら。先に一人で見に行くって。それで困ったわ。早くしないと私たち帰れなくなっちゃうわ。たくさんの扉。絵の中で女の人が笑ってる。かわいい笑い声。あらいっぱい。お父さんとお母さん。この先出口です。本当に？ああ。騙された。ああ、あ、お、脱いでる。タンクトップじゃなくなってる。いや、あのギャリーの仕立てタンクトップなんですよ、もともと。一番のびっくりポイントだわ。めっちゃ衣装変わってる。あ、ほんと解釈違いですみません。というかね、リメイク前のバージョンですみません。これはちゃんとね、コスプレもリメイクしないとですね。おはよう、イブ。気分はどう？怖い、夢見た。そっか、かわいそうに。まあ無理もないわね。あんな怖い目に遭っちゃったらね。起こせばよかったかしら。ごめん、気がつかなくて。ええってことや。イブ、そのコートのポケット探ってごらん。あ、ヒレステーキが入ってる。キャンディーでした。キャンディ、僕はたくさん食べたいのに、パパがね、二つしかくれないの。それあげるわ。食べてもいいわよ。じゃ、もうちょっと休んでから出発しましょう。あ、そうそう、イブのバラはそこの花瓶に生けてあるからね。これで回復したってことかな。クンクン、ギャリーのコートがある。拾う。クンクン。無題。美術館での禁止事項。大声での会話は禁止。写真の撮影は禁止。飲食物の持ち込みは禁止。万年筆の使用は禁止。ここから出ることは禁止。動画配信は禁止ではない。規約にね、反したことをしちゃうともちろんダメだけども、昔のバージョンに比べたらだいぶマイルドになったよね、規約。なのでこのリメイク版と元のバージョンは、その配信のガイドラインが別になるのでご注意ください。はい、イブじゃない、ギャリー。あら、コート、わざわざありがとね。乗着。楽しい絵画。ここの女性たちはみんな花占いが好き。地べたを這いずり回るのも好きそうだな。イブ、これから先も多分歩かなきゃならないわ。ギャリーに四つんばいになってもらって、その上をまたがってっていうのはどうだい？私こんなんだし頼りないかもしれないけど、本当にもう無理って思ったらすぐ言うのよ。いざとなったらあんたを担いで移動するくらいはできるんだから。してもらおう。イブ、もう出発して大丈夫なの？まだ。イブ、あんたって結構いいとこのお嬢さんなんじゃないの？だってその服見たところシンプルだけど、かなり上質な生地使ってるじゃない？サワサワ。え？お母さんが勝手に選んでくるって？お母さんがジャスコで勝手に。まあそれでもいいとこのお嬢さんに変わりはないよね。ね、持ってるハンカチもね、うん、レースのハンカチ、いいもん持ってるよな。よし、行こうぜ。オッケー、じゃ行きましょうか。相談しましょう。とりあえず新しい階段があったから、そこを降りてみましょう。とりあえず無駄に戻ってみましょう。イブ、そっちに行くのはもうやめておきましょう。チェ。階段の先は、セーブポイントがほんと山ほどあるな。ありがたい。ここの仕掛けって今のところ同じ色のエリア内で解決できるようになってるわよね。もしここがずっと同じ色だったら、ヒントを求めて
どこまでも探し回ってたかも。